はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。閉じちゃったね。シャドウサイドイベント連チャンということで、今日のね朝ねイベント予告が更新されて、シャドウサイドイベントで不動明会、そしてニタニタさん、バニートラップ、右の一つ鬼が白州じゃなくて幻刀で、金髪が幻、白州、そして後ろにいるのがね幻獣白虎かな、白虎じゃない、幻獣の幻武だね。これってあれアニメであれか、法廷府取りに行った時に出てきたっけな、なんか映画でもこれ見たっけね。はい、そしたらね更新されましたので大辞典ねちょっと見ていきましょう。なんかねローマ武道会みたいな、要は横取りっぽいね。横取りかいって感じだけどね横取りか。まあ多分不動明はガシャだろうね。ということで、なんとなくね白州は勇ましっぽいんだよね。そして幻刀の方がねなんか豪快っぽいから豪傑っぽい感じがする。でアシュラがね今回出てくるかなんだよね。アシュラも豪傑だないのって思っちゃうんだよな。剣舞魔人アシュラね来たね。勇まし SSS だね。 S はなんだ、バニートラップ S 違うよな。あーなんだろうね。さあ不思議でもあれだよね、コロコロコミック皆さん読みましたかね。コロコロコミックのシャドウサイドめっちゃいい回だったね今日発売のやつよかったらね見てください。感動回でしたいやーあんな感じね、アニメもやってほしかったな。さあ豪傑、やっぱりね豪傑 SSS だよね。ただアシュラなのかあの前世の2人なのかどうなんだろう。アシュラがもし出るとしたら豪傑 SSS としか思えないんで、追加でアシュラが来るんだったらあれだけどな。彼ら SSS だよなきっと。プリチーいねえのか。あーじゃあバニートラップが勇ましの S ランクなんだなきっと。ニタニタさんは不気味とか薄らかげだろうな。ポカポカなし。さあ薄らかげ、まあ白州と幻刀薄らかげっぽくないからな。これやばいな。ないね、闇吉だ。あ長吉だ。さあ不気味、ニタニタさんはここだと思うんだよね。安全坊やも不気味だし、あ B ランクだね隠しステージかな。そしてね玄武のね幻獣玄武は絶対ニョロロンだから、剣魔人玄武、そして SS だね。野坂欲しかったな。はい、じゃああとはうわ開幕になっちゃったから、ってことはアシュラはないのか。追加ないよね。追加だったらね先に入ってるよね。ということで剣魔人アシュラは忘れ去られてしまったんですかね。あそう、アシュラないんだ。正直オロチシャドウもね見たかったんだが、はい王はね不動明会で、まあ正直王はお腹いっぱいなんだよね天をゲットできただけでもいいや。ただ今回いわゆる横取りで、まあ横取りの最後がなんか白州っぽいんだよね。だから幻刀と不動明がボスなのかな、どうなんだろう。しかもあれ最近の横取りってマップ式の横取りだからね、だからもしかしたら隠しステージのボスってあったっけな、どうなんだろうね。その辺ちょっとまあ隠しステージあった方がね確実っていうか、まあゲットしやすいんでね、そっちの方がいいんだよね。横取り難しいよね最近の。だあれかな、玄武が特攻かな SS でね、あの横取りのね。さあボスは2体で、
前の同決、今のイベントか、同決みたいに、2回目の登場ってパターンなんだろうな。多分3マップの、初ボスが2体で、うん。今まで出てきたボスがまた出てくるんじゃないかな。不動明王10なのかな。どうだろうな。でも話の流れ的には空天どうだろうな。白州玄斗、そしてまあでも主家様ボスのとこ入ってないしな。どうなんでしょうね。まあ不動明王かな。不動明王なんじゃないかな。それか空泣きがもう一回出るかだな。いやーそうですか。はい。そしたらね、横取りはいつ以来だろうね。何の時かな。あのカチカチ侍の時か。ってことはなんかあれだな、前と大して時間はないんだけど。なるほど。あの時のこの、これ誰だっけ、この青函の人。この人以来だね。ということで、イベント予告は、追加でね、アシュラがなさそうっていう、うちの少年も好きなアシュラが残念ですね。はい。で、一応、振り返ると、前列ね、左のニタニタさんが、まあ多分、不気味の B、そして、バニートラップが勇ましの S、そして、金髪の、玄斗、秋典の前世、玄斗が、多分、豪傑。そして、右側、一つ鬼の、トーマのね、前世の白州。白州じゃねえよ。玄斗だけ、ごめん。トーマだから玄斗ですね。玄斗が、勇ましで、金髪の方が白州で、これがね、豪傑なんじゃないかなと思いますね。ごめんなさい、間違えちゃった。大辞典見てるのも間違えちゃったかな。すいません。そして、玄武がね、ニョロロンの SS だね。はい、ということでね、横取りということで、まあ、またね、多分、横取りありの方がワイポイントが落ちるパターン、舞踏会なのか、もしくはね、多分ボスがいるんでマップ型だと思うんだよね。ボスのとこ2つ行ったから多分マップ型だと思うので、マップはね、カチカチ侍とかの時と同じなんで、前のシャドウサイドの時もそうだよね。ヌラリの時そうだよね。なんで、まあまたね、横取りありの方がワイポイントがね、溜まりやすいってことで、まあどうすかな、自分は横取りありでいくかどうしようかなっていうところですかね。マップだとね、横取りが結構難しいのと、まあ今回でもね、この勇ましとね、豪傑っていうことで、まあうすら影でいけばいけるのかっていうのもあるんだが、まあね、この玄武がね、ゲットできるか、多分玄武がね、横取りの特攻になると思うんだけど、玄武がね、ゲットできるかってのがポイントになってくるんじゃないですかね。はい。そして、シャドウサイドコインね、こちら、まあ前回の動画でも言ったんですけど、次のね、そのイベント、このね、不動明王会のイベントが始まったらね、ちょっと回したいと思います。多分ね、彼らもね、追加されると思うので、ちょっとシャドウサイドコイン G はね、次回ですね、明日まで待ちたいと思います。はい。そしたらね、また同じ話しちゃうけど、コロコロコミックの漫画ね、シャドウサイド、あれ良かったです、今回。今日発売、15日発売。良かったですよ。ケータの話なんですけどね。良かったですよ。ちょっとね、アニメがね、本当あの話までやってほしかったな、ケータの話までね。ぜひね、ちょっとコロコロコミックもね、よろしければ、読んでみてください。ちょっと感動のね、ケータ感動の話になってますんで。いや、ほんと読んでほしいね。はい、じゃあね、ほんとワイポイント、かつてない大ピンチ状態なんでね、こっから、いやー、20連はしたい。
サブアカもねちょっとは溜まってるんだけど、20連はしたいんでね、最後あがいてみたいと思います。皆さんね、何連できますかね。もうちょっと最近ワイポイントないない病になっててね、ガシャも全然最近はねほんとうまく回してないんでね、ほんと巻き返したいですね。あとニャンボーね、どうなんだろうね。ニャンボー一応もう各3アカウントね3枚溜まってるんでね、これもねちょっとニャンボー新しくていいのが来たらね吐き出したいなと思います。はい、じゃあ今回は大事点見ていきました。明日からねイベント頑張りましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。